今日はマッスルゲート大阪大会ということで、初めてマッスルゲートが大阪で行われるその大会にですね、僕の仲間たちが出場するということで、今日はしっかりと応援していきたいと思います。では会場に行っちゃいます。せーの、今から選手の差し入れを買いたいと思いますが、何があるんだ。ロッテリアもあるし、全く飛んだ意味なかったけど、今日の会場ここです。ウーマンズレギンス158センチ以下級です。
来てくれました。頑張って。先長いからね。長すぎます。ナンバー60番下崎さな選手。ありがとうございました。どうでした？カメラ撮れた。いや、まあまあ、いいんじゃないですか。4年ぶりですから。4年ぶりやもんね。デルデル詐欺じゃなくてよかった。まあまあ、ぼちぼち。とりあえず出れたことを上中さんに報告して。上中さんですか。ご報告をね。やめとこう。いや、これ、このゲート報告はちょっとせん方がいいです。そうですね。では、まあ、また頑張りましょう。はい、お願いします。お疲れ様。お疲れ。2月はトップ女子に
また次に出るでしょ。この時にまた僕はあの2月でまず受験で言ってもらったことが勉強を受けたからこそ次にまた頑張る。どうかでしょう。デッドリフト207キロ。ハーフです。無理よ。すごいです。また頑張ってください。頑張ってください。はい、またまた。はい。お疲れ様でした。新人の部で優勝と、はい、一般の部が、2位でした。ありがとうございます。これから成長して、はい、僕もですけどね、はい、このアンダーグラウンドチームが成長できますか。ありがたいです。次はベストボディのマッスルモデルがまだ2週間後に2週間後に、はい、1ヶ月後が大阪のマッスルモデル。ハードな日程ですけど、はい、頑張っていけますよ、はい、頑張ります。絶対おめでとうございました。ありがとうございます。ということで、マッスルゲート大阪大会、これ盾ですね。まあいいです。終わりました。無事に応援していた選手たちみんな活躍しましてですね、メダルを、金を取った人もいるし、銀を取った人もいるし、本当にいい大会でした。なので、また僕も次頑張っていこうかなというふうな気持ちになりましたので、また明日から頑張っていきたいと思います。ということで今日はここまで。アイス食って帰るわ。またね。